ウェストン郡はアメリカ合衆国のワイオミング州にある郡。人口は7208人で、郡庁所在地はニューキャッスルである。ウェストン郡は1890年に設置された。アメリカ合衆国国政調査局によると、この郡の総面積は6216平方キロメートルである。このうち6210平方キロメートルが陸地で、6平方キロメートルが水池である。 総面積の0.09%が水域となっている。ウェストン郡の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査で、この郡は6644人、2624世帯及び1868家族が暮らしている。人口密度は1平方キロメートルで、1平方キロメートルの平均的な密度に3231件の住居が建っている。 この軍の人種的構成は白人95.94%アフリカン・アメリカン0.12%先住民1.26%アジア系0.20%太平洋諸島系0.02%その他の人種0.93%および根結1.54%で人口の2.06%がヒスパニックまたはラテン系である 人口のうち33.0%がドイツ系、13.0%がイングランド系、8.9%がアイルランド系、7.2%がアメリカ系移民の子孫である。2624世帯のうち31.10%は18歳未満の子供と暮らしており、60.40%は夫婦で生活している。7 3は 未婚の女性が接待種であり、28.80%は家族以外の住人と同居している。25.00%は独身の居住者が住んでおり、11.50%は65歳以上で、独居である。一世帯あたりの平均人数は2.42人であり、家庭の場合は2.88人である。 軍内の住民は24.10%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.40%、25歳以上44歳以下が26.30%、45歳以上64歳以下が26.70%、よび65歳以上が15.60%にわたっている。中央値年齢は41歳である。 女性100人ごとに対して男性は1 0 3 1例に見て、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は1 0 3 8例に見える。この群の世帯ごとの平均的な収入は32,348ベードルであり、家族ごとでは44,72ベードルである。男性の34,321ベードルに、対して女性は18,640ベードルの、 平均的な収入がある。この軍の一人当たりの収入は17,366米ドルである。人口の9.90%及び家族の6.30%は貧困線以下である。18歳未満の11.30%及び65歳以上の13.60%は貧困線以下の生活を送っている。ニューキャッスルのエストン軍庁舎。 ワイオミング州ウエストン軍の基礎情報。全国カウンティ協会。2008年11月6日閲覧。アメリカ合衆国国政調査局。2008年11月6日閲覧。ありがとうございます。